い眺めざす。あっちゃい。アーサお目覚めかお嬢ちゃん。シュッシュッシュ。君たちは。俺が船長のシャークマン。黙れよ、弟のくせに。兄者はいつも視野が狭いんだよ。ベッカーリ。君たちに付き合っている暇はない。船をぶっ壊しといてタダで帰れると思うなよ。私が船を。空からぶっ飛んできやがって。慰謝料たんまりいただかねえとな。それはすまないことをした。しゃらくせえ、うっ殺すけ。出た、目とサメサメだよ。ついにこの目で見るんだよ。俺たち兄弟はこの目とサメサメで幾千もの船をぶった切ってきたんだ。シュッシュッシュ。どうだ、怖くて震えが止まんねえだろ。何か弁償できるものを持っていればよいのだが。全然聞いてないよ。バッカーズ。よしな、兄者、こんな小娘切ったところでサメサメの名に傷がつく。ああ、それもそうだ。名刀サメサメ、また見れなかったよ。今は手持ちがないが、ブリタニアまで送り届けてくれれば必ずお礼は弾もう。ブリタニア、そこに何があるってんだ。我が名はアーサー、ブリタニアの国王だ。どうした。そんなぶっ飛んだ嘘はよしな。ブリタニアの王ってのはこんなでけえ剣を振り回すって話じゃねえか。ジョーちゃんみてえなチンチカリンなわけはねえ。シーク然としないって顔だな。リーダーってのはふさわしい刀を持っているものなんだよ。いいだろう。エクスカリバー。ん？お？え？え？シャ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 。さぞかし頼れる王様なんだろうぜ。なぜ飛んでこないのだ。この街やっぱりセンスなさすぎ。どう美しくするザースかね。ん？ウェイ。城の装飾は終わったザースか。あんたなんか、アーサーが帰ってきたらボコボコなんだから。ずいぶんと反抗的ザースね。こいつがどうなってもいいザースか。わかったら、さっさと仕事に戻るザースよ。あんり？わー、大変だよ、大きなイカがこっちに来るよ。イカぐらいでガタガタ騒ぐんじゃねえ。イカが怖くてサメやってられますかってな。ただのイカじゃないんだよ。クラーケンなんだよ。沈まれ、荒ぶる者よ。お前を傷つけたくはない。逃げるぞ。全速全速。このままじゃぶっちぎれねえ。
シャッシャ。こいつらがやると船が重くて進まねえんだよ。お前たち仲間を何だと思ってる。シュッシュッシュ。それでも人の上に立つ人間か。うわー、目論みが外れたようだな。クラーケンはこの船を狙う気らしい。初めからそれが狙いさ。ああでもしなきゃ仲間まで巻き込んじまうだろう。行こうぜアリサ。おう弟よ。安心だろ。いい君だよ。でもよ、死ぬにはいい日だなアニシャ。 あいつらは逃がせたし悔いはねえ。部下を思うお前たちの心意気あっぱれだ。言っただろ、そいつはぶっこだけねえ。愛するブリタニアの民を救うためにはカリバーンが必要だ。カリバーン？あ、私がエクスカリバーを持つ前に使っていた剣であり、私を王に選んでくれた剣だ。で、どこにあんだよそのカリバーンってな。ノーサンバラント、そこにいる私の師匠に預けてある。声がする誰も生きるようなんてこと
は剣によって選ばれた者のことです。今のお前にエクスカリバーはふさわしいのか。アニメモンスターストライク転生声優オーディション開催決定。ルシファーやアーサーなどモンストの人気キャラクターと熱いバトルを繰り広げる転生の声優を大募集。最終オーディションはなんと X フラッグパーク2019のステージ。あなたの声がモンストの一部になる。お前たちの応募を待っているぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしく頼む。